はい、今日もあなたと百姓天国。本日は2020年6月11日ですか、木曜日ね。先ほどはカボチャのね、ウネマの暴走シート貼りましたね。なんとか向こう終わって、もう今午後ね、夕方になってきて土砂降りなのでね、今度このね、ずっと正月以来からハウスね、このなんとなくわかりますかね、ハウスのね中が今こんな感じで、ちょっとやっぱ草生えてきてね、ここをようやくあのこんな感じでちょっとこう物置めいた感じでね、整備、始めました。ちょっとねバタバタしておりまして、品物をねちょっとこうやって少しずつ整理してね、でやっぱり草生えてこないように防草シートを押さえないとねどうにもならんということで、ついでにね防草シートで、先ほど防草シートやりましたからね、なんとかまた防草シートをやろうという感じでございます。ブヨとかがまあすごくてね、まあひどいもんですよ。さてまあ汗だくでね、びっちゃびちゃですよ。まあでもこんなもんですね、雨に打たれながら、うん、こういう仕事は別にね私は一切苦ではございませんのでね、百姓でございますから大丈夫でございます。よっこらせ。防草シートこれね 1.5m150cm のねちょっと幅広いやつをね、こうやってこちらが貼りましたけどもね、こう貼って、ちょうどこの棚をここにね、かぼちゃの棚をね秋口に作りますんで、ここが棚がこう2段か3段かっていう形で作ると思いますのでね、このパイプにねなんとか、まあなんとか引っ付けようと思ってますが、どうなるか分かりません。さあそんなことで、よし、ふよいしょ。ね、正月からね、もしかしたら見てくれてる方はね、ここがあの木が生えていたハウスですよ。皆さんどうですか、ちょっと感動していただけると嬉しいかなと思うんですけど、1月ぐらいのね動画を見返してもらえればね、ちょっとその苦労がわかんじゃねえかと思うんですが、いかがですかということですね。よいしょ、よいしょ、ああ、よいしょ、よいしょ、よいしょ、うん、よいしょ、はあ、ね、こんな感じでちょっとね、よいしょ、よいしょ、はあ、下が硬いな。こんなら入るか。はい。どうですか。この感じでちょっとブロックで押さえときますか。よし。よっこらで。よいしょ。端っこはね、これでブロックで押さえておいて。よいしょ。さあ今日はねこの作業しながら全然関係のない話をしたいなとか思うんですけど、私今年で55歳になりますね。でつくづくね、つくづく思うことはね、まあ人間にとって言ってたら俺大げさですけどね、何が一番難しいのかなって、例えば男性諸子とか、あるいは僕自身にとってという話もしますけどね、というふうになるとね、皆さんにとって何が一番難しいですかね。僕はねやっぱりちょうどこの千葉からね愛知へと移転っていうこともあるんですけど、なんか下硬いな。手放すってことだなというふうに今感じてますね。入んないや。でどうですか皆さん、手放すって難しくないですかね。手放すって難しいなというふうにね感じております。もちろんね、千葉から愛知に移ってきてね、いろんな状況がね、変わりまして、もちろん大変じゃないですか。大変なんですよ。まあ正直ね、千葉では十数年やりましてね、まあ、自分のある程度思うようにね、自分の農園のね、ある意味はその王国のようなものをね、作る、ほぼ大体どうですか、設備投資も含めてね、
自分のやりやすいように、やりいいようにね、畑や農園のその展開の仕方も含めてね、ある程度のところまではね、僕は自分で好きなようにところまで十数年かけてね、行くことができたなという、そういう一定の満足感はあるですよ。ね。で、まあ、こうやってね、愛知にやってきて、それを全部失って、また一から作ると。ね。で、これ3回目の新規就農なんですよね。そうすると、やっぱりね、いろいろ思うことあるわけですよね。人、私だって人間ですから。ああ、あの時は良かったなとかね、やっぱそう思います。で、こう、なんていうんですか。やっぱそうやってね、後悔することはありませんが、やっぱりね、ちょっと振り返っていろいろ思うことってやっぱりあるわけですよね。それは人間ですからね。でもやっぱりそういう時にね、手放すんだっていうね、手放すということ、しかもね、うまくいけばいくほどその成功体験をね、手放すっていうのは本当に年を取れば取るほどね、難しくなるだろうと。もしかしたら僕は60過ぎてこちらに移転って難しかったかもしれないなと思うですよね。嫁はまだ若いんであれですけど、ね、どうですか皆さん、十数年かけて、特に有機農業はね、土作りとかそういう話もなるわけですけど、それを農園をね手放すってだったら皆さんだったらどうされますかね。特に何かね、厚木の時はもう使っていた畑がね、地主さんからいわゆる第二透明のね、バイパスで通ることになるということで返してくれって言われたので、それは別に誰が悪いわけじゃないので、それは別にしょうがないというかね、あれですけど、今回は別にね、誰かが何かをこうそういう外的な要因で、離れるということはなかったわけですかね。自ら決断してね、特にこう差し迫った理由があったわけでもなく移転しましたので、本当にもう自発的、 100% 自発的なことなんですよね。なので、まあいろいろね、そこをなんていうんですか、得とか損とか、損するとか得するとかっていうことを考えてたらもうやってられないんですよね。そうやってこう手放すっていうのはなかなかやっぱり難しいことだなというふうに感じます。よくらせよいしょよいしょ、いろいろまだゴミがあるな。もちろんね、これで良かったというふうに本当に思ってます、今はね。結局、何か新しいことを始めるっていうのはね、一回手放さなきゃいけないんですよ。でね、僕はもう直感としてそういうことが、ある程度なんとなく感覚で、今までの人生もね、大体ほぼ、厚木から、ね、神奈川から成田に行った時もね、これはもう、神奈川という場所をね、この慣れ親しんだ場所を手放さなきゃいけないと、そのことでね、必ず何かいいことがあるだろうって、やっぱりね、慣れたものを手放すって難しいじゃないですか。やっぱりその近場でいたりなんていうか、土地感もあるだろうし、そういうふうにやっぱ人って考えがちですけど、でも自分の可能性を見た時にね、いや、もっとこう見知らぬ土地に行ってゼロから全てをリセットすべきだって思えるかどうかですよね。そこら辺がね、なんかこう、もっとこう、自分の未知の可能性を信じてあげるっていうような感覚ですよね。もうその感覚だけですよ、本当に。だから計算しちゃったら多分ね、難しいですよね。方角も含めてね、西なのか東なのか南なのか北なのか、ほぼ直感とね、なんでしょう、こう出会いのようなもの、人を介して、そういうものを頼りにね、僕はずっと今までこうやって動いてきましたけど、それはまあいろいろ条件だとか何とかいろいろ、それはある程度そういう計算めいたものはもちろんね考えますけど、そんなことよりもその流れですよね。そういうものをすごく僕は見てます。はい。それでだから今までこうやってね、選択してきたこと一つ一つはね、全く僕は何一つ間違ってるものはないというふうにね、今この瞬間においても僕は思ってるんですね。はい。時にね、しんどいことがあったりすると、ああ、これはちょっと失敗したかなみたいなことを感じることはもちろんありますよ。でもね、たまたま今がそうっていうだけで、またこれがまた年月が経つと見えてくるものがあるわけですよね。成田の日々はまさにそうでしたね。大変でした。ね。でも、
今振り返るとね、成田は本当にたくさんのものをね、僕に特に農家としてね、プロとしてっていう自信をね、たくさん与えてくれましたね。厚木の時は高田がね4年ぐらいでしたから、有機農業というものをね、栽培ね、野菜を無農薬で作るということに関して僕はまだまだね、自信がなかったです。でもね、成田ではその限界を見たいと思ってね、とにかく畑を広げました、それがね、いや一定のところにまでねたどり着きましたから良かったなとね、その自信がねあるので、ある程度まあ土質が違うこの中部に来て、中部地方に来ても多分できるだろうなという感触でもってね、今半年経ちましたけど、だいたいこうやってもう設定野菜組んでますから、良かったなというふうに思ってますね。でやっぱりこの手放すっていうのは本当にね、成功体験があればあるほどやっぱり難しい、と思います。本当にね、だからやっぱね、イチローだとかね、いや僕はスポーツが好きなのでそういうスポーツの例えをよくするわけですけど、イチローさん引退しちゃいましたけど、毎年バッティングホーム変えるんですよね。去年ね、あんなにメジャーリーグ記録を出したじゃないですかって。でも彼は多分もうそういうところにはいないんでしょうね。本当にしびれます。ダルビッシュ投手、毎年ホームを変えるんですよね、攻め方、新しい変化球を覚える。やっぱりね、そうやってどんどん進化していくこと、やっぱりね、そうありたいなと常に思います。まあ大変ですけどね。でもやっぱりまあそういうなんか過去に しがみつきたくないというかね、常に変化こそがね、唯一多分成長の証なんだというふうに思いますね。でもやっぱり知らず知らずにね、しがみついちゃうですよ、でやっぱり成田は最後のね 2,3 年はやっぱりそういう風な感覚を僕自身が持っていて、ちょっと停滞している感じがね、どうしてもありましたね。入っていかないな、それはね、なんていうのかな、ちょっと行き詰まってるなというような、多分当時のブログやね、動画をご覧いただければね、そういうような発言をしてると思います。本当にまさかね、移転するということでそれがね、打開するようなことになるとはもちろん思いませんでしたけど、本当にそれはそこまでね意図したわけではもちろん決してなかったですけど、本当に人生では上がらんですね。よいしょ、よいしょ、真ん中もね、もうあと2枚引けばこれで全部ね草を押さえて使えるようになります。とりあえずね、だいぶ、おお、こんなとこにこんなものが、忘れてましたねこれ忘れてたな、ほっぱらかしにしちゃった。よっこらせ、よいしょ。まあそういうようなことをすごく思います。難しいですよね、成功体験を手放すっていうのは本当に難しいなと思います。これがまた重いんだ、なんか知らんけど、よいしょよいしょよいしょ、端っこに置いちゃおうかな、よいしょよいしょ、若い時はねそんな風には思わないんだと思うんですけど、うまくいってね、いろんなお金の問題だとか社会的な地位だとか含めてね、それを一旦手にしちゃったとして、僕はそんなものは何もあれだったんですけど一応のね専業農家としてのところは確立できたわけですけど、やっぱりそれですらね、そんな大したあれではないにしろ、それですらね、やっぱりそれを手放すっていうのは簡単ではないのかなというふうに思いますよね。よいしょよいしょ、
ゆっくらせ。よいしょ。まあまあ。条件がきっちり揃うってないじゃないですか。だからやっぱり前のところよりかはやっぱりね、多少それが落ちたとしてもそれぐらいはそんなに細かいことなんですよね、多分ね。本当にそう思います。だからそういうところに、やっぱり細かいところにね、こだわっている必要は全くなくて、大筋でね、自分のやってるこう向かってる方向が大体合っていれば OK というふうにね、僕はいつもそういうふうに判断しますね。今度住むところはどんなところだろうとか、いろいろね、想像したりして、いろんなところに今までね、こうやって住んできましたけれども、でそんな地域はどうなんだろうとかね、九州のね、本当にあの壁がね、半分崩れてるようなねところにも住みましたけど、あれはあれでなかなかねいい経験でした。まだねその頃は僕も30代でしたけど、もう今はなかなかね、嫁もいますし、壁がないところに住むかって言ったら、それはまあイエスは言わないと思いますけど、ね、成功体験を手放すってね、なかなか口で言うほど簡単じゃないですよね。僕の場合はね、一回だからこうやって培ってきたね、お客様とも一旦お別れするわけですから、それはまあね、数字的な意味合いでもね、なかなかそう簡単にはいかないわけですね。でもまあそれも苦渋の選択ですよね。それをしなきゃいけない時はしなきゃいけないですよね、というふうに思います。だいぶ見えてきました。汗だくだ、まあ汗だくでございます。よいしょ。よいしょ、よいしょ、よいしょ、もうちょい、よいしょ、やっぱこの白いやつは本当に光をこんなに通すんですね。これは本当にちょっと誤算でしたね。だからハウスのこういう資材用には向かないって感じですね。さあそんなことでもうちょいだね。この10軒のようやく奥の方まで来まして、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はあ、結構ゴミがね散乱しておりますが、まあ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 、はあ、外は今日は雨でございますね。ちゅうことで、はあ、はあ、以上でございますか。10分とぐらい、ね、動画はできれば10分以上というのが鉄則らしいのでねいつも頑張って10分は話そうかなと思って、今日はなんか大したあまり身のある話なくてごめんなさいね。年を取れば取るほどね、やっぱりいろんなものに人は執着するんだなと、自分なことながらね、やっぱりそれを思いますよね。はい、私自身ね、だからそうなりたくないなって本当に思いますね。そういう執着を手放して生きていきたいね。成功したっつったってね、別に大したものではないですよね。どこまで行ったって、あの本当になんかすごい成功する人はいっぱいいるわけじゃないですか。たかだか百姓の世界でね、飯が食えるようになったっていうだけなんでね、毎回そうやって自分を戒めたいなというふうに本当に思うんですけど、よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、ということで以上ね、多少どうですか。それでまた真ん中にこうやって引いていけばね、草を抑えられるかなというふうに思います。
ということで以上、ハウスがようやくなんかこう資材ハウスらしくね、これでこうやっていろいろ資材をね置いていければいいかなというふうに思います。ようやくなんかね1月からやってきてようやくなんかこの資材ハウスがね稼働するかなと、ちょっと時間かかりましたけどね。はい、以上でございます。ありがとうございました。